この動画は JLCPCB の提供でお送りします。こんにちは。パソコンのマザーボードの電源供給で VRM とフェーズというものがありますが、今日はこの2つについて理論と実験をベースに解説していきます。こちらが実際のマザーボードです。マザーボードの上をよく見てみると CPU の近くに電源回路があります。 このようにマザーボード上で CPU などに電源供給するところに使われている電源回路を VRM、ボルテージレギュレーターモジュールと呼びます。そしてその搭載されている VRM の数をフェーズと呼んでいるそうです。例えば VRM の数が1つなら1フェーズ、2つなら2フェーズといった具合です。こちらは6000円くらいで購入した安めのマザーボードなので CPU の周りに6フェーズ分の VRM が搭載されています。 消費電力の高いハイスペック CPU を使うような高級なマザーボードですとフェーズの数は増えていきなんと24フェーズなんてものもありますというわけでこちらのマザーボードそして一軒が設計した VRM の回路を使ってフェーズ数が電源供給にどのような影響を与えるのか解説していきます動画の本編に入る前に今日のスポンサーの JLCPCB の紹介ですどうぞ プリント基板を安く作るのなら JLCPCB が結構おすすめです今日の実験で使う基板も JLC で作りました最近ですね特に多層基板の製造を頑張っていて皆さんにも是非6層基板を使ってほしいということですやはり中国で非常に大規模で作っているので非常に安いです6層 100×100mm 基板で5枚60ドル最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました 6層基板用のクーポンも配布しているので皆さんもぜひ色々試してみてください実物のマザーボードで実際の VRM はどういった回路でできているのかを確認しますまずこちらのコネクタが ATX 電源から来ている 12V ですそして 12V の電源が VRM 回路の入力にかかりますこちらが入力の電解コンデンサー定格電圧は 16V ですそして MOSFET が3つありますそのうちこちらの2つは並列接続されています そしてインダクター、出力の電解コンデンサーです。定格電圧は 3V と非常に低いです。ちなみに CPU の電圧がだいたい 1.2V 前後で動作しているかと思いますので、それに合わせた定格電圧になっています。そして同じ回路が VRM のフェーズ分並んでいます。これだと4回路分並んでいますね。そしてこちらにもほとんど同じ構成の VRM 回路があります。VRM の回路を解析していくとこのような構成になっています。ここに電解コンデンサー。 MOSFET 下側は2つ並列ですそしてインダクターと電解コンデンサがまた出力にもありますこの回路よく見てみると高圧コンバータータの回路ですつまり VRM の正体は高圧コンバータータだったわけですこの VRM の動作としては ATX 電源から来ている 12V を高圧コンバーターでこの MOSFET をスイッチングして CPU などで使う 1.2V まで高圧することです 実際にはこちらの高圧コンバーターである VRM がいくつも並列接続される構成になっています。ここで高圧コンバーターの動作原理について簡単におさらいします。高圧コンバーターはこの上下についているスイッチ、今回は MOSFET ですが、このスイッチをオンオフすることで電圧を変換します。 例えば上のスイッチがオンしたとしましょうこの上のスイッチがオンしている期間を T オンと呼びますそうすると電流はこのように流れていきます上のスイッチを通ってインダクターに流れますそしてこちらのキャパシタタにエネルギーを供給さらに負荷が繋がっているのでそちらの負荷にも電流が流れていきますつまり T オンの期間でインダクターとキャパシタにエネルギーを供給そして負荷にも電流を供給します そして次上のスイッチを今度はオフにして下のスイッチをオンにしますイメージで言うとこんな感じですね上がオフで下がオンするとこの状態を保っている期間を T オフとします T オフの期間はどうなっているかというとインダクターに流れている電流はそのまま流れ続けますその電流はどこに行くかというとキャパシタタに電力を供給もしくはこのキャパシタタから負荷に電力を供給しますインダクタの電流は こちらの負荷の方にも流れていきます。電流は返ってきて、下のスイッチを流れてこのようなループで電流は流れます。こういった動作です。高圧コンバーターの入力電圧と出力電圧の式はこちらの式で表されます。こちらに d と書いてあります。これがビューティー比です。ビューティー比は t オンと t オフの比率で表されます。今回の cpu 周りの電源の場合、入力電圧の 12v を1.2ボルトまで落とします。 つまり D が0.1になります。どういうことかというと全体の動作時間のうち10%が上のスイッチが閉じていて電流が流れる状態そして残りの90%の時間はスイッチが開いていて電源からは電力が供給されていない状態になりますでは残りの90%の期間どこからエネルギー供給をしているかというとこちらのインダクターに蓄えられたエネルギーそしてキャパシタに蓄えられたエネルギーを CPU に供給します 高圧コンバーターの詳しい動作については動画を作ってあります。概要欄にリンクありますので、ぜひ見てください。マザーボードメーカーはこのように、いくつも VRM があるマルチフェーズのマザーボードを作っているわけですが、そういったマザーボードを作るメリット、デメリットについて話します。まずメリットですが、一つ目は CPU に安定した電力、そして電圧を供給できるようになります。 この安定したという意味ですけど、例えば CPU からの要求された電力が急激に増えた場合でも電圧変動の少ない 1.2V の電圧を供給可能ということです。また定常的な電圧のリプルが少ないっていうのも電圧のクオリティに関係してきています。電圧リプルが少ないほど電圧の品質は高いです。そして次、二つ目、フェーズ数が多いと大電力を扱えるようになります。 例えば 100W の電力を消費する CPU に電力を供給する場合を考えてみます。フェーズが1つだけだと全電力を1つのフェーズで負担します。そこからフェーズを2つに増やすとそれぞれが50%の電力を負担すれば良いことになります。3つに増やせば33%ずつ、4つだと25%、10個だとそれぞれ10%ずつの電力負担になります。 このように負荷が分散できるということは発熱も分散できるようになります。つまりフェーズ数が増えると一つ一つの部品の発熱は減るので放熱設計も少しやりやすくなりますし何より部品の寿命が長くなります。こちらのマザーボードを見てみると電解コンデンサーがあります。電解コンデンサーに熱は大敵です。なるべく温度を下げるのが非常に重要になってきます。 また VRM のフェーズ数を増やしていくとそれだけ大電力の CPU に電力供給できるようになりますまずここら辺がメリットです一方でデメリットもありますこれはマルチフェーズのデメリットというよりかは VRM 回路自体の問題なのですが電圧リプルが結構大きめになってしまいます 12V の電圧を 1.2V に落とすわけですがデューティー比がとても小さくなるので電圧のリプル成分が大きくなってしまいます ただこれは制御方式を工夫することによってある程度電圧のリプルを小さくすることはできます。これについては後で実験をしながら解説します。デメリット2つ目、フェーズ数が増えるとその分部品点数が増えてしまいます。その結果部品点数は増えてトータルでは高コストになります。ただ一つ一つの部品の定格は下げてもいいので部品単価は下がる傾向にあります。 ただこれはマザーボードメーカーによって味付けが結構違うと思いますね。マルチフェーズのマザーボードってやはり高級マザーボードであることが多いです。使っている部品もこだわっていたりするので、トータルで見るとなんだかんだ言ってコストは上がります。あとはフェーズ数を増やしていくとどうしてもマザーボード自体が大きくなっていきます。これ見てもらうとわかるんですけども、やはり部品のサイズ自体が結構大きいので、マザーボードに占める面積も大きくなってしまいます。 解説はこのくらいにして実際の VRM 回路を作っていきます。プリント基板は今日のスポンサーの JLCPCB で注文しました。いきなりなんですけども、回路はすでに完成しています。マルチフェーズ高圧コンバーターです。これ同じ回路が4つ入っていますが、それぞれがフェーズ1、2、3、4に対応しています。 回路を説明していくと、こちらが入力の電解コンデンサー。上側のスイッチは N チャンネルモスフェット。下側のスイッチにはショットキーバリアダイオードを使いました。高圧コンバーターの回路なんですけども、下側のスイッチはダイオードでも動作します。そしてインダクターと出力の電解コンデンサーです。これと全く同じ回路が4回路あります。 実はこの高圧コンバーターの回路だけでは動かなくてゲートドライブ回路も今回一緒に作っていますゲートドライブ回路は割と汎用的に使えるのでこのようにカードを差し込める形状に今回はしましたこのゲートドライブの回路なんか結構高くて作ろうと思うと1枚1,500円くらい部品代しますからね次のプロジェクトでも再利用できるようにしています見た目もこの方がなかなかかっこいいですよね まずはフェーズ数の違いでどれくらい温度に差が出るかの実験をしていきますこちらの VRM 基板で1フェーズだけ動作した場合そして4フェーズ動作した場合で基板上でどれくらい最高温度に差が出るのかを見てみますフェーズ数の切り替えはここで確認できるようになっていますこれが1フェーズだけ動作している場合そしてこちらが1フェーズと2フェーズこれで3フェーズまで動作してそしてもう1本刺すと4フェーズ同時に動作しています まずは1フェーズだけ動作している場合を見てみますこの場合1つの VRM が全電力を負担していますサーモグラフィーで温度を見てみると最高温度は74度程度になりました非常に高温になっていますちなみに一番発熱しているのはショットキーバリアダイオードですその次にインダクターといった具合ですインダクターには常に電流が流れているのでその分発熱します次は設定を変更して4フェーズ分動かしてみます 現在4フェーズで動作していますサーモグラフィーの温度を見てみると最高温度は42度となりましたまた4つすべての VRM が発熱していますですので4つの VRM で負荷を分担できていることが分かりましたこのようにフェーズ数を増やすと1つの VRM の負担を下げることができますその結果発熱を抑えることができました ちなみに出力電圧についても見てみます入力電圧が 12V であるのに対して出力電圧は 1.2V ですただこのようにリプル電圧というのが出てきていますここを見てみると電圧の実行値は 1.2V 電圧のピークピークの振幅が 250mV 程度となっています結構大きいですね今回はこちらの電圧リプルが大きめになるように設計しました動作している VRM を4フェーズ全てに増やすとどうなるのかも見ていきます こちら4フェーズ全てが動作している時の出力電圧です実行値については先ほどから変わらず 1.2V 電圧リプルのピークピークも 210mV と先ほどより 40mV 程度小さくなりましたがそれでもほとんど結果は変わりませんまた波形の形もほとんど変化していませんちなみにこちら前回の結果と比較しています4フェーズで動作している方が電圧リプルは少しだけ低下しました電圧リプル波形の形状はほとんど同じです このようにフェーズ数を増やすと一つの VRM の負担を下げてその結果発熱を抑えることができました一方でフェーズ数を増やしたとしても出力電圧の電圧リプルはほとんど変化しませんでしたこの出力電圧のリプルについて実は VRM の制御方法を変えることで回路構成はそのままで出力電圧リプルを大幅に低減できますここからはその制御方法について解説します 今使っている制御方式はこの上に書いてある制御方式ですこの図が何を意味しているかというとまず横軸が時間その横軸に対してどのタイミングでそれぞれの VRM が動作するかを表していますこの場合ですと VRM1 から4まですべて同時に動作しています動作する時間は先ほど説明した通り高圧コンバーータの T オンの TON 時間動作しますそして残りの時間この間は高圧コンバーターの T オフの時間に相当します t off の時間経過したら、またすべての VRM が同時に t on の時間分だけ動作します。この方式ですと、どうしても電圧リプルが大きくなってしまいます。というのも、12V の ATX 電源から電力供給している時間というのは、この t on の時間しかないからです。 t off の時間はどうなっているかというと、これも先ほど説明しましたが、インダクターと出力の電解コンデンサーから負荷にエネルギーが供給されます。これによって出力電圧の電圧リプルが大きくなってしまうわけです。通常の制御方式のまま電圧リプルを減らそうと思ったらどうするかというと、インダクターを大きくするか、出力の電解コンデンサーを大きくするか、もしくはスイッチング周波数を高くするかのどれかです。 で部品を大きくする場合なんですけどもマザーボードのサイズは最初から決まっている場合が多いですですのでこの限られた面積上で部品を大きくするというのはなかなか難しいですまたスイッチング周波数を高くするという方式ももありますすがこれななかなか難しいですといでとうのもスイッチング周波数を高くするとこの MOSFET で発生するスイッチング損失が大きくなりますつまり損失が大きくなるわけですね この基板上で放熱できないほどの発熱になる場合もありますですのでスイッチング周波数を上げるにしてもやはり上限というものがありますでこれからやってみる制御は何かというとインターリーブ制御というものですこれは何かというと VRM がそれぞれありますが全て同時に動作させるのではなくてそれぞれ時間をずらして動作させるといった方式です この動作のタイミングを適切にずらすことで電圧リプルを減らすすことができます例えば1234でまた1234といった具合に動作していきますつまりここからここまでの期間で供給する電力のトータルは変わらないのですが電力を供給すするる頻度が高くなるわけですそれによって電圧リプルは低くなります 今回作った回路は4フェーズですけども、例えばそれを10フェーズに増やしてみると、常にどこかしらの VRM が電力供給をしていることになります。そうなると電圧リプルは非常に低くなりますで。オシロスコープで動作を見ていますが、こちらが従来方式、そしてこちらがインターリーブ制御です。それぞれの VRM が全部バラバラに動作していますで。実際に出力電圧波形を見てみます。 出力電圧の測定ですが今回は受動プローブは使えませんというのも受動プローブを使うとプロービングが結構難しくてなかなか芯の波形には近づきませんですので今回は電源レールプローブを使ってこちらの画像のようにかなり気を使ったプロービングをしました 実際比較してみるとこのくらい波形の違いが出てきます。左側が電源レールプローブ、右側が受動プローブを使って測定した波形です。電源レールプローブを使って、しかもプロービングにかなり気を使っていますので相当綺麗な波形になっています。まず最初2つの VRM が動作している時を考えます。これは従来の制御法で2つの VRM が同時に動作しています。この時の出力電圧のリプル電圧はピークピークで 220mV です。 では、インターリーブ動作に切り替えてみます。この動作するタイミングを10度ずつずらしていきましょう。こんな感じですね。はい。少しずつずれてきました。こんな感じで、どんどんずらしていくと。 わかりますかこのようにリプル電圧が低下してきました。そして今動作の間隔を180度ずつずらした状態です。先ほどと比べるとリプル電圧がかなり低減できていることがわかります。波形をアベレージングしました。ピークピークの電圧は 48mV です。インターリーブ制御のピークピークの電圧は通常の制御と比べると約4分の1に低下しました。かなり大きな低減効果です。 動作している VRM の数を4つに増やして、さらにそれにもインターリーブ制御をかけてみます。今4つのフェーズでインターリーブをしていますが、電圧リプルがほとんど見えなくなってしまいました。もうちょっと軸を拡大してみます。このようになっています。ピークピークの電圧リプルは 12mV です。相当減っていますね。最初に見た時の約1 20分の1になっています。かなりの電圧リプル低減効果があります。 ちなみに部品の発熱についてはインターリーブをする前後で温度変化はほとんどありません。一番発熱している部品でも温度は42度でした。このようにインターリーブ制御などの制御方式を工夫することで回路構成を全く変更することなく性能を上げることが可能になってきます。非常に素晴らしいことです。 というわけでマザーボードのフェーズについて解説してきましたフェーズ数が多くなると一つの VRM で負担する電力が少なくなりますその結果大電力化発熱の分散といったメリットが出てきますまた制御方式を工夫してインターリーブ制御を取り入れると回路方式を全く変更せずに性能を上げることが可能です なので高性能の CPU に安定的かつ電圧変動と電圧リプルの少ない電力供給をしようと思ったら VRM のフェーズ数が多くかつそれらにインターリーブ制御を適用しているマザーボードが最適になるというわけです。 というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。公式 LINE もやっています。一軒が販売している商品の新着情報であったり、セール情報などを配信しています。ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すれば、その後は再生され続けて、動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。 それではご連絡お待ちしております一軒が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です詳しくは概要欄から